カインズさんで先日買ったクレマチス、こちらの植え付けをしていきます。使うのは4号のロングスリット鉢、プロトリーフさんのクレマチスの土、これを使って植え付けていきます。クレマチスの土こんな感じです。赤玉土、鹿沼土、バーク堆肥、腐葉土、もみ殻堆肥、ココヤシピート、ピートモス、クンタン、パーライト等、pH は6から7。クレマチスは深植え気味の方が良いので、最初に入れる土少し量を控えめにしてみました。苗を置いてみます。まずこちらハンナ、ポットから出したら土が全部落ちちゃいました。次はこちらの花水川、これもポットから出すと完全に土が全部落ちちゃいますね。普通の草花だったらここまで植えると思うんですけど、クレマチス深植えの方がいいのでもっと上まで植えちゃいます。なるべく根っこを広げるようにして置いていきます。次はこちらのレッドスター、カキオ、リトルマーメイド、サンセット、ウトワールバイオレット、ビルドリオン、白半小ズル、なんか白半小ズル今まで植えたことのあるクレマチスとちょっと様子が違います。この根っこから節までの距離がものすごい長いです。雪おこし、雪おこしすごい弱々しくて根っこも少なくてちょっと心配です。深植えしてしまうと葉っぱが全部埋まってしまいそうなので、あまり深植えにしないで植えようと思います。はい、あとこちらちょっと品種わかんなくなってしまったんですが、去年刺し芽で増やしたものです。これは結構根っこが張っています。根っこほぐして植えていきます。はい、あとこちらも刺し芽で増やしたものです。割と細かい根がいっぱい出てきています。はい、とりあえず植え終わったのでこちらのリキダスでお水をやります。土が減ったところに足していきます。でもう一回お水をあげます。あとこういうひょろっと伸びてしまっているもの、これ枝数増やしたいのでちょっとカットしたいと思います。でクレマチス切る時のポイントなんですが、普通の草花だったらここの辺りで切ると思うんですね、節のすぐ上。でもクレマチスはこの節の中間で切ります。なんか枯れ込みやすいって聞いたことがあるんですよね。なので真ん中で切ります。これも、どこで切ろうかな。ここで切ってもいいんですけど、なんとなく心配なのでここで切ります。ちょっとこれ水切れしてるせいでこんなしなびちゃってるんですけど、あ、つぼみがついてますね。
でも枝数増やしたいのでここで切っちゃいます。これもですね、ここで切っちゃいます。これも切っちゃおうかな。でこれはなんとなく形よくできてるっぽいのでこのままにします。これもそのままにします。でこの雪おこしは切る切らない以前にもうすでにかなり弱々しいのでこのカレーだらけ切っときます。この3セットも切るとこないのでこのままにします。この白半生ずる、これだけちょっと他と様子が違うので怖いので何もせずこのままにします。で念のためもう一回お水をやります。12鉢植えました。これ12リットル入りだったんですが4号のロングスリット鉢12鉢植えて少し余りました。ちょうどいいぐらいの量だったかなと思います。はい、あとはこちらのベニカ X ガード、これを巻いておきます。でお薬を巻いたのでもう一回しつこいようですがお水をやりたいと思います。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。ではまた。